花咲かせたいなと思って今日は頑張ります。森田です。よろしくお願いします。一花はですね、お客様の数だけ花があるをコンセプトに運営されている花とグリーンに特化した、EC サイトを運営しています。大体2万点ぐらい、日本で多分一番多い商品数を扱っておりまして4000件以上のレビューがついております。すべてが 4.8 以上の高評価いただいておりまして、通常の EC サイトとどういうところが違うかというのを皆さん説明していこうと思うんですが、皆さん花買うときに、イメージ通りのブーケを作ってくれるか不安だなとか、インテリアにマッチした植物がなかなか見つからないなという経験ないでしょうか。花マーケットはですね、非常に多品種で品種が多いんですが、品質にばらつきがありまして、なのに大切なシーンで使わなくてはいけないという課題が、まだ残っていると思っています。なので我々の提供価値は、今までリアルな花屋さんやネット花屋さんでは実現できなかった豊富なバリエーションとお店で買うような安心感を両立するというところに、置いております。でこれから豊富なバリエーションと安心感をどのように作っているのかというのをご説明していきます。まずチームです。通常のスタートアップと同じようにエンジニアがいるのはもちろんなんですけれども、フローリストや、ロジスティックスのメンバーなど多彩なバックグラウンドのメンバーが集まって作られているチームです。でこうした集まったですね、フローリストたちがバンバン商品をデザインできるように、日々ですねオペレーションの中で作っていくアレンジメントの実物写真をバンバン撮って、それを商品写真として公開するというオペレーションを行っておりまして、ギャラリーから写真に近いですね商品を買うというような機能がついています。こうすることで、新しい商品を生むのにかかる商品企画コストがほとんどかからない状態で、商品が毎日のようにリリースされていくという、仕様になっています。でまた、在庫をたくさん抱えなくてはいけなくて、商品点数が多いのは大変ですねと言われるんですが、実はですね鉢物に関しては、植物と鉢を組み合わせることで1万7000点の商品を生成しておりまして、実は商品が増加すればするほど在庫回転率は上がるような仕組みになっています。これは、お花でも同じでやはり組み合わせなので、3000以上のレシピがもうできているというような形になっています。でこうした個体差の大きい商品を扱う上で買っていただくときとても不安になるんですよね。なので私たちは、実際のお写真を配送前に必ずお送りして確認いただいた上で買っていただくというオペレーションをしています。また撮影した写真に関しては全て商品ページに公開し、季節ごとに商品が変わっていくんですけれども、商品変化も一目瞭然というふうになっています。でまた作り手によってはですね、もっとこだわった樹形で生産されている方もいまして、これ市場ですと一律の価格で裁かれてしまうんですけれども、本来は売れるものもっと高く売れたりもするので、仕入れた時点でこの場合は撮影をし、実際にそのものをそのまま届けますよという形でプレミアムをつけて一点物としての販売というのを行っています。でこのようなプレミアムな商品というのは通常大手の配送会社さんほとんどの場合運べません。我々は、都内に関してはですね自分たちで独自の配送網を組んでおりまして、植物の交換ですとかメンテナンスも含め付加価値サービスをつけた独自配送網でこのような、サービスを実現しています。で、こうしたオペレーションをですね受けていただいたお客様からですね、いろいろお声いただくんですけども、そのレビューは、良くても悪くても全て公開しています。なので、日本でですね、専門でやっている花植物の EC サイトの中では一番レビューが集まる、サイトになっています。でこうしたオペレーションの中でいろいろ付加価値をつけていくんですが、なぜこんなことができるかといいますと、植物を在庫し商品を制作するフローリストを雇用し EC サイトを通じてお客様に植物をお届けするというこの一連の工程をですね全て自分たちでコントロールしているからです。で実際、花に特化した EC サイトというのはほとんどありませんで、豊富な商品とフルフィルメント機能をフルで持っている会社がないことから、大手の EC 会社さんとかオフィスのデザイン会社さんからパートナーとして選ばれて我々の商品が発送されています。で実際に Amazon さんが彼らがセラーネームとして花を昨年かな発売しているんですけども、一番最初のパートナーが我々になっています。でこのようなことでですね実績としては非常に順調に伸びているんですけれども、 EC が拡大してきますと、リアル店舗の数というのはやはり減っていきまして、手にスキルがあるんだけれども働く場所がないという問題が出てきてきますので、今後はですね外部のフローリスト様向けにこのバリエーションと安心感を生む仕組みをですねスペースと在庫すべてセットでですねシェア型のクラウドキッチンのような形で提供していくことを予定しています。で実際に今、花市場の中でですね、そのスペースを借りて、自社内でテストをしているという状況にあります。で、今日はですね、経営者の皆さん非常に集まっているということで、魅力的なオフィスや、お店を作るためのご提案というのを最後にさせてください。皆さん、移転祝いとか開店祝いで誇張欄がたくさん届いてしまってちょっと困ったなと思ったことないでしょうか。我々はですね、法人の方にもお花を選んでいただくですね、楽しみを味わっていただきたいなということで、お祝い花の窓口を開設することで、クラウドファンディングのようにギフトを受け取る側が使い道を決めるというフラワーデスクというサービスをリリースしています。実際に好きなものを選んでいただけるのはもちろんなんですけれども、レンタルグリーンの原資に当てていただいたりですとか、お店ですと来店者向けの花を配るためのプレゼント用のお花を用意したりですとか、季節ごとに相加をするという形で、商品の納品内容も選べますし、納品時期も分けて納品することも可能というような形になっています。で、この会場の中にもですね、お祝いを送っていただいた方もいらっしゃるかと思うんですが、実績としては ICC さんをはじめですね、おかんさんですとかフロンティアコンサルティングさんといった今回来ていらっしゃる、企業様の、オフィスの内装ですとか、季節の総括っていうのを担当させていただいています。大体実行するとですね、平均で60万円程度、お金が集まりまして、結構新しい習慣なので大丈夫ですかと言われることもあるんですが、すでに300社さん以上がお祝いを送っておりまして、大手企業様から、中小企業様まで皆さん非常に便利だということでお祝い買っていただいております。プレゼンテーション以上になりますが、私たちは今後もですね、この労働集約的な産業構造の中で働く人が生み出す価値を最大化する仕組みというのを作って、お客様が花や植物を選べる自由を実現していきます。以上です。ありがとうございました。